国際規範は守れなくて当たり前ですから。皆様いつもありがとうございます。非いずる国 TV のお時間です。今回の題は EU と国連からも責められるお隣についてです。久しぶりにこちらのチャンネルにもアップしてみました。読んでる途中に疲れそうな内容ですが、ハンギョレ新聞の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。欧州連合 EU に続き、国連も各国政府が国際労働機関 ILO の主要条約批准に向けた具体的な計画がないと指摘し、国際社会の圧力が強まっている。5日政府側の話を総合すると、国連経済的社会的及び文化的権利委員会社会権規約委員会は、ILO 主要条約の批准を含めた委員会の勧告事項を各国政府がきちんと履行しているかに関する評価結果を先月政府に通知したことが確認された。同委員会は ILO 主要条約第87号と第98号の批准に向けた各国政府の計画や措置を評価するが、批准に向けた時間に関する情報が不足していることは遺憾だと述べた。各国政府が批准に向けた具体的な計画を提示できていないことを指摘したものだ。国連社会権規約批准国である各国は定期的に規約履行に対する審査を受けている。同委員会は2017年10月に各国に対する4回目の審議の最終見解で、企業の人権侵害防止包括的差別禁止法の制定、ILO 主要条約の批准などを勧告した経緯がある。これに対して政府は昨年4月、勧告に対する履行努力を説明する後続の報告書を委員会に提出している。これに対する評価結果が今回通知されたわけだ。昨年5月政府は結社の自由に関する第87号と第98号、強制労働の禁止に関する第29号の ILO の3つの主要条約の批准の方針を明らかにし、関連法改正案を国会に提出したが、国会審議に進展が見られない状態だ。雇用部は外交部が受け取った今回の文書は政府の批准方針発表以前に提出された政府報告書に対する評価の結果だ、そうした点を考慮してみるべきだと説明した。一方 EU が外 EU 自由貿易協定の条項を根拠に各国の ILO 主要条約の批准努力が足りないとして紛争解決の手続きに入っている中、各国と EU は FTA 違反の有無を問う専門家パネルを構成した。パネルは先月30日に活動を開始しているとの内容です。この各国が未だ履行できていない国際労働機関の基本条約の2つを説明しますと、まずは結社の自由、団体交渉権の承認という分野で、87号が結社の自由及び団結権の保護に関する条約、98号が団結権及び団体交渉権についての原則の運用に関する条約という2つの部分で、お隣でもこの関連法案を国会に出そうとしているんですが、経営者側からすると団結権、いわゆる労働組合などによるストライキを擁護するということに反発し、労働組合側からすると経営者側が要求するストライキになった際には休んだ従業員の分の代替要員を認めてくれというストライキしても意味を全くなさなくするような主張に反発し、結果的に国会での議論が全く進んでないということらしいです。まあ早い話が、根本的にこういう国際規範や条約が守れないのは今に始まったことじゃないんで、 EU も国連もお隣による自発的な改善なんかを求めてる時点で間違ってるんじゃないでしょうか。結局のところやはり何かしらの制裁しかなくなってくるということなんでしょうね。以上、 EU さん、国連さん、一般的に通じるやり方したって意味ありませんよ。